お元気ですか、ペルシアンと申します。今回はカーリングカードセット2016年の開封動画となっております。で、今からこれ2年前のね、作品の開封動画となっております。今をときめくね、こちらね、ロコソラーレですね、北海道出身の、ね、方がね、ほとんどいらっしゃいます。早速ね、開封していきたいと思います。なおですね、男性もいらっしゃいますのでね、一体どんなね、直筆サインカードが出るか楽しみですね。それでは、いきます。これね、必ずね、直筆サインカードね、2枚出ますので、早速ね、開けたいと思います。はい、いきます。まずね、ロコソラーレからですね、これは藤沢さつきさんでございます、選手でございます。続きまして、吉田ちなみ選手でございます。こちらですね、本橋麻里さんですね、代表ですね、これね。で、これは鈴木優美さんでございますね。で、次ね、吉田ゆりかさんでございます。で、続きましてですね、これ北海道フォルチックスですね、小笠原、これあゆみさんでございます。あ、選手でございます、ごめんなさい。続きましてですね、こちらね、吉村さやかさんでございます。はい、続きまして、これ小野寺佳穂さんでございます。あ、選手でございます。3って言っちゃダメな。こちらね、同じくですね、大宮アンナ選手でございます。で、船山由美恵選手でございます。で、西室純子選手でございます。こちらね、チーム富士急からのです、柳沢美里さんでございます。あ、選手でございます、すいません。コアナ通り選手でございます。豊田二子さん選手でございます。ごめんなさいね、ちょっとね、3っていう1枚癖があります。小谷優奈選手でございます。今度ね、人コミュニケーションズウィズからですね、井田里奈選手でございます。内藤珠美選手でございます。石垣真央選手でございます。石山夏子選手でございます。小山恵美子選手でございます。で、次ね、男性ですね、 FC 軽井沢クラブですね、諸角祐介選手でございます。山口剛選手でございます。清水哲郎選手でございます。諸角康介選手でございます。これ札幌ですね、札幌ですけど、ね、阿部慎也選手でございます。松村雄太選手でございます。林裕樹選手でございます。佐藤博史選手でございます。谷田康政選手でございます。これ、ね、次は北見工業大学からですね、柴谷裕二選手でございます。平田康介選手でございます。大谷博夢選手でございます。三浦義也選手でございます。鎌田優斗選手でございます。敦賀気比選手でございます。
これ沢向井勇気選手でございます。こっちがね、チーム北見からですね、ちょっと途中からね、なりますが、ご了承ください。はい、こっちですね、柴谷優作選手でございます。ちょっと抜けましたね、ごめんなさい。こっち、沢向井勇気選手でございます。はい、失礼いたしました。お待ちくださいね。はい、再開いたします。はい、タイガ選手でございます。で、最後は明石陽介選手でございます。さあ、果たしてね、直筆サインカード誰が出るかでしょうね。ではね、いきます。一つ目でございます。50分の11でございます。一体誰の選手かと言いますと、チーム北見ですね、スキップ鶴賀浩二選手の直筆サインカードでございます。はい、続きますね。確率50分の19、これは一体誰の選手かと言いますとですね、札幌セカンドね、林勇輝選手でございます。ロコ・ソラーレをね、期待されていた方、ごめんなさい、本当にね。私もね、本当に言うとね、本橋麻里さんの直筆サインカードが欲しかったんですよね。でもね、これはこれね、でもね、ないよりはね、マシでございますのでね、大変ね、嬉しく思っております。はい、こちらでございますね。はい。あとはですね、もう一つね、購入してるのがございますので、ね、こちらもね、届き次第ね、こういった開封動画もやっていきますので、よろしくお願いします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。